どうも、お疲れ様です。さあ、本日は利益取っていきますよ。5月9日朝6時30分の相場解説になります。まずは冷足の方なんですけども、今日はレンジ設定とフラクタル構造についてお話しするんで、まず一つフラクタル構造。このね、W に見た上下に激しく触れている値動きの方をよく覚えておいてくださいね。後で出てきますから。いいですか上からガツンと来て、そして上にまた戻っていく。その構造がこういう風になってますよね。これが冷足の大きな動きです。 えそして今日焦点になるのはこの上昇トレンドが今起きてますよねってことですよねで一応ここでね同じところでファンダメンタルはぶつかって材料張ねかれましたでもまたあの上昇の圧力っていうのは変わってませんからこのように動いてあとここでねトリプルトップの3つ目ができるっていうことが今後仮説されるわけなんですよでこういうのはすぐに仮説が成り立つでしょでこの通りになるってわけじゃないですよ ここの降参が高いってことなんですよだからこの降参が高い方向に向かって舵を切るときに上昇圧力があるから今週は倍で取れるんじゃないかなと踏んでるわけですよねだから週間のポジションも私の場合は持つわけなんですよただこの放送でお話してるのは1時間軸でどう勝つかっていう風うなねデイトレードですから今上昇の運気がこうやって高まってきてこうね2つ要線が出てますからその前って3つの陰線だったわけですよ その3つの2線が大きな下髭で否定されて上昇に急速に向かっているわけですからこれはしばらく上昇が続くっていうふうに判断するわけなんですよまあちょうどここと同じですよね同じ構造っていうのを繰り返しますからこういったところがまたここで出てきてるかなってところを見とるわけなんですよでこれが大きな流れであって4時間にいってみますと4時間はこういうふうになってます緩、はい、や揺れかに上昇はしてるわけなんですよね全体的にこういうふうに その中で材料でドーンと上がって、で、前年モードスが起きた。ね、豊たの夢がここにあったわけですよね。夢見たみたいな感じで。で、元通りの、この、レンジの値動きの中に戻ってきたわけなんですよ。ということは、これは緩やかに上昇していくよねってことで、昨日しか見てませんけども、今週は結局、値上がりをしていく、この図表上ね、136円の方向に向かっていくってことがわかるわけなんですよね。で、今度は、あと、1時間の方を見ていきますね。 1>, はい、1時間ですけども1時間ではレンジが引けると思います上から下に来たものが転換をして今度は上の方に行くはずなんですけどもその途中でちょっと寄り道って感じですガーッと上がってきたのがここで止まってですね下の方に向かいました下の方に向かった部分が今度はここで止まってまた上の方に向かいましたということで同じような水準で戻ってきていることがここで見て取れるし 同じような水準でまた上の方に戻っていくところが見とれるのでこれがレンジになるわけですよ、ね、早く見つけた方っていうのはもうすでにここでエントリーしてますよセルでエントリーするそしてここが効いてるんでここで決済してここで倍を入れる以降繰り返してもうね3往復ぐらいしてるそして4往復目に入ってる人っていうのが早くこのレンジに気づけてエントリーできた人ってことでしょそういう人はだから上級者ですよ でまだポジションを持たれてない方は上級者じゃないんでこれからこのレンジオプションの、えー、いつまで続くか分かりませんけどね先行きを信じてレンジオプション戦略を取っていくってことになりますつまり今セルの状態に入っているってことになりますよね、はい、これが今日の答えですよねすでにセルに入っていますかってことで速可軸の限定動画の中でも FX オリガルヒっていうのあったでしょオリガルヒの方はもうすでにポジションが入っていると思いますよ、まあ、入ってない方もいると思いますけども少なくとも あのデモトレードで入ってるでしょセルの方にだから今含み益取ってるはずなんですよだって上下の幅ねしっかりあるじゃないですかそういったところも考えていくとこれでエントリーしてないってことはまだねあのトレーニングが少ないかなと思いますんでもっともっとチャートを見に来てください私はずっとこのレンジオプションに関しましてはどうやってレンジオプションを設定するのかどうやって入るのかこれずーっと1年間やってきましたんで、うん、まだ受け取り切れてない方は これから何回も見ることによって受け取れていくと思います。同じことしか言ってませんので、レンジオプションの作り方はいつも同じです。じゃあ次ですね。次はね、15分を一応見に来たんですよ。ほら、デイリーと同じような動きしてるんでしょ。これがフラクタル構造ですよ。上行って、上に戻って、また下に行ったと思ったら上に戻るみたいなね。フラクタル構造っていうのは大きな図形の中に同じような図形が必ず発生するってことです。まあ、それによって何が言いたいかというとね、15分足と、 えと最初の冷やしっていうのがほら同じような構造でしょだからこれは横ばいとしては安定してるっていうふうに考えることができるわけですよ。でそうなってない場合は横ばい同じ横ばいでも短期的に終わるか壊れかけているかっていうふうに判断した方がいいかなっていうところですよね。まこね。これはフラクタル構造の学問の部類なんで FX のテクニカルの中にはこういった考え方だね含まれていないと思いますけどもまあでも考え方としてフラクタル構造っていうのを持っておけばあよりテクニカルはね 深く裏付ける上で、重要な、その、裏付けになりますんで、知っておいた方がいいと思います。じゃあ本日は以上ですね。す、え、で、ー、にセルで入っている方、ああ、まあ、おめでとうございますと言っておきます。もちろん、利益が確定したわけじゃないんでね。あの、エントリーするのは簡単なんですよ。<laughs> 難しいのは決済かロスカットなんですよね。そこで利益を出す人と、損で終わる人が分かれるわけでしょ。はい。あとは、皆さんの問題です。それでは本日は以上です。また、あの、追加しますんで、その時まで。